夜のスペシャルトーク、お客様はヒデさんです。よろしくお願いいたします。ヒデさんといえば、お住まいはロサンゼルスの方ですけども、はい、どんな生活を毎日送っていらっしゃるんでしょうか。もう至って地味な生活で、ね、とても派手なあのキャラクターですけど、実は地味な。もうスタジオとお家の往復だけ、時間帯は大体何時から何時ぐらいなの。割と午前中には起きてるんですけどね。あ、そうですか。午前中には割と起きて、6時半からの日本のニュースやってるんですよ。あちらで、うん、朝のニュースが、あ、日本のニュースがですか。それを見るためにたまに早起きするぐらい。6時っていうのはその朝の6時のことなんですか。じゃあ早起きして夕方はまたそのスタジオで音作りなんかをしたりして、でまた朝まで、うん、そんな生活ばかり。あら、じゃあずっと入りっぱなしだったら、あのカリフォルニアの青い空に触れることはなかなかないんですか。うん、青い空は存在してるんですけどね、うんうん、ただ存在してるだけで、あ、割と利用してないっていうかちょっともったいなくありません。うん、もったいないんですけどね。以前あのトシさんがね、なんかあの向こうのアメリカではプール付きのお家に住んでるっていうのをおっしゃってたんですけど、ヒエってそんなちなみにヒデさんはどのような。彼は割とね、なんかそういうなんかあるものを全て利用して楽しむ人だから、そうだからいいんですけどね、でもプールはでも普通のお家だったらどこでもついてるからね。治安とかは大丈夫なんですか、向こうで危ない目にあったとか。あのね、割と最近引っ越したんですよ。前のとこがあまりにも危なくて、なんか夜になるとあのこうやってあの道にうるせえなと思って夜中3時頃こうやって見ると、あのこうやって伏せられて、こうやってあのよく映画のシーンであるやつあるでしょ、ああいうのやってるんですよ。でちょっと危ないかなと思っていや危険ですね。実際にご自分がこうなった目にはないですよね。それもないけど、ただあの昔初めてロスの子来た時、危ないっつって言ってるのに、危ないんだよとかって言って酔っ払って、なんか一番危ないところに行ったことはあるんですよね。その時は酔っ払ってたから、なんかその時酔っ払って僕飛び出してたのって、なんかそのスラム街みたいなところに。だってってことは覚えてないの。覚えてないそれで酔っ払ってたもんだから、向こうからなんかあのいっぱい来たんだって、そういうお金くれの人たちがね、夜中に。だけど僕踊り始めたんだって怪しい怪しいってまた弾いちゃったんだってで今度の、まあ、ニューアルバムなんですけど、 LA で録音ということですが、どんなアルバムになるんでしょうか。あのすごいすごいアルバムです。なんか今日これからのステージもね、なんかこう激しくなるんではないかと私は予測しているんですが、まあ、あの備品を壊したりしないように注意します曲紹介の方お願いします。ビューティー&ステップ。